藤井聡太さん八冠を達成し将棋ラノベの設定を破壊してしまうと読みてたと思います。皆さん藤井聡太さん知ってるでしょうか。現在21歳の将棋のね棋士の方で、昨日王座戦でも勝利しタイトル奪取、前人未到の全八冠独占を成し遂げたということで話題になってるんですが、どうやら将棋の八大タイトルとして竜王、名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖、叡王があるそうで、その全てを藤井聡太さんが独占したということで、終局後藤井聡太さんむちゃくちゃ喜んでるのかと思いきや、苦しいシリーズだったので結果は幸いしたが、それに見合った力があるかといったらまだまだ、この経験を糧に実力を高めていかないといけないのかなと思いますとコメントし、もう八冠達成したのにまだまだとコメントしていて、もはや怖いわというねコメントもしてるんですが、もうこれには何回目の事実は小説よりもきなりだだったり、若者の人間離れ、このラノベやりすぎてて現実味がないなというコメントがされたり、将棋界タイトル保持者一覧として竜王、名人、王位、叡王、王座、棋王、王将、棋聖、全て藤井聡太21歳ということで、タイトル保持者の平均年齢21歳、なお偶然にも全員愛知県出身というねコメントもされてるんですが、まあ、そんなね偉業を達成した藤井聡太さん、どうやら将棋のライトノベルの設定を破壊してしまっているということで、そのライトノベルというのが竜王のお仕事という作品だそうで、こちらジャンルとしては将棋ラブコメのライトノベルで、白鳥史郎さんという方が作者だそうなんですが、まあらすじとしては主人公の九頭竜弥一が16歳の若さで将棋界の二大タイトルの一つである竜王を奪取したものの、その後大スランプに陥って、でさらに女子小学生を弟子として育てるといった感じの作品だそうなんですが、まあ、どうやら以前は主人公の設定がザ・ラノベって感じでありえない、将棋を舐めすぎじゃないかと設定のリアリティのなさを批判されたりもしたそうなんですが、藤井聡太さんの登場により熱い手のひら返しをされ、さらに予言者とも言われるほど意見が変わったそうで、作者の方も X で現実感がないラノベ特有のガバガバ設定という批判を、藤井聡太の4文字で論破できるのパワーワードすぎると投稿していますね。まあ、しかしどうやら現実の藤井聡太さんがちょっとねやりすぎてるということで、作者の方の X の投稿を見てみると、過去には私が竜王のお仕事を書き始めた頃、将棋界には絶対に破られないとされる記録が2つありました。一つは神谷先生の28連勝、もう一つが屋敷先生のタイトル挑戦最年少記録。ラノベなのでそのうちの一つを破らせた設定にしたんですが、現実さんは一人の少年に2つとも破らせちゃうとかてんてんてんと投稿していて、まあ、絶対に破られない記録をラノベだから一つね破らせた設定にしたそうなんですが、藤井聡太さん絶対に破られない記録を二つともね破っちゃったそうで、もう俺ラノベ書かなくていいんじゃないかなともね投稿してしまっているんですが、他にもだから竜王のお仕事の帯のコメントで、現実に負けるな、今一番現実に追い抜かれそうな将棋ラノベ最新刊と書かれたそうで、帯がめっちゃ煽ってきてて草と投稿してるんですが、その後こちらごめん負けそうとね、まあ、やっぱりね現実に負けそうと投稿していますね。さらにこちら、藤井聡太さんが八大タイトルの一つ棋聖を獲得してからわずか35日で王位も獲得し二冠になった際の投稿ですね。俺の書き続けてきた5年間は藤井聡太という物語の35日分でしかないんだなと絶望しかけているんですが、まあその後にけどすごい時代に将棋を題材にした話をかけてとても幸運だと思います、どれだけ大胆に筆を進めてもきっと藤井二冠がそれを追い越してくれますから、現実に負けないようもっと面白い話を書くぞと最後はね前向きになってくれていますね。で今回の藤井聡太さんの八冠達成に対してこちらですね、竜王のお仕事が現実を超えようと思ったら、弥一が1年に1つずつタイトルを増やしていって、一般棋戦も全部取り、しかも失冠もせずという山ばかりで、起伏もカットもないストーリーにしなければならないので、やはり現実の方がプロットの立て方がおかしい、それで面白くなる将棋界ずるいと投稿されていますね。もうこれから現実藤井聡太さんを超えようと思ったら山ばっかりのストーリーになってしまうそうですね。まあそれぐらいね藤井聡太さん八冠というねとんでもない偉業を達成したということなんですが、どうやら竜王のお仕事も今年8周年だそうで、八かぶりということで、まあたまたま藤井聡太さんの八冠達成とかぶっただけだと思うんですが、まあ一緒にねお祝いできるということで、藤井聡太竜王名人が八冠制覇、その偉業を称えて電子版竜王のお仕事も八冠までセールをしますとセールでね八冠制覇をお祝いしていますね。まあといった感じで将棋ラノベ竜王のお仕事なんですが、まあ、最初はね設定が将棋を舐めてるとか言われてたみたいなんですが、藤井聡太さんの登場で現在は現実にね抜かれて追いつけなくなっているみたいですね。もうラノベでもやりすぎだと言われることを藤井聡太さん成し遂げているということですね。まあ、ちなみに竜王のお仕事最初には言ったんですが、ジャンルが将棋とラブコメ
ということで、主人公の九頭竜弥一が女子小学生の弟子を取っているそうなので、そこだけはね、いろんな意味で現実に負けてほしくないということで、藤井聡太さんが女子小学生の弟子を取るまで負けてないから作品を続けてほしいというファンの意見もありますね。果たして藤井聡太さん、今後ね、女子小学生の弟子を取ることはあるんでしょうか。そこのね、現実との勝負も目が離せませんね。以上です。